ナイはニムリ・ウルティ・コエチャは、スペイン・パンプローナ出身の女優、歌手。1972年に、ナバーラ県パンプローナに生まれ、子供の頃に、ビスカヤ県ビルバオに引っ越した。ダニエル・カルパルソロ監督の初監督作品となる1995年のサルト・アル・バシで、ニムリは映画界で初めて重要な役を演じた。小規模なグループで歌手としてのキャリアも開始し、 1996年には、カルロス・ハエンと、ナハジーンというバンドを結成した。また、2001年以降には6枚のソロアルバムを発表している。1997年には、アレハンドロ・アメナバル監督の、オープン・ユー・アイズに出演し、プレイボーイへの嫉妬に狂う女性を演じた。この映画は2001年にハリウッドリメイクされ、キャメロン・ディアスがニムリと同じ役を演じている。 1998年には、フリオメデム監督のアナとオットーに出演し、小夜賞主演女優賞にノミネートされた。2001年には、メデム監督のルシアとセックスに出演し、小夜賞女演女優賞にノミネートされた。オープン・イー・アイズやエルメタドでは、エドアルド・ノーリエガと共演した。2005年には、虚婚に悩むトランスセクシュアルを描いたコメディ映画。 20センチで音楽を担当した。エキゾチックな容姿と大きな目が非常に印象的な女優。母親はスペインのナバーラ地方出身であり、父親はヨルダン人である。いとこのアレクサンダーに見えるも歌手である。1995年には映画監督のダニエル・カルパルソロと結婚し、2000年まで配偶者であった。2004年には男児を出産した。 ありがとうございます。